ケンズムッシュです。今日はですね、ちょっと昨日に行われました、ドラフトオールスターリーグですね、計5日間、3週間にわたり、第1回を、ね、無事開催し終わったんですけども、それに関するちょっと振り返り動画といいますか、いろんなね、こう、まあ、改善点とかも、見つかってきたので、それに対する、まあ主催側としてのアンサーを、していこうかなと思うので、ぜひ最後まで聞いてください。まとめてきました。まずですね、昨日、優勝者チームいますよ、ネタバレ言えなかったわ、一回戻ってくださいね。麦チームおめでとうございますといったところで、まあ優勝候補のところが優勝して、イサパロンチームが準優勝といったところに、なりましたと。さあ、ということで早速振り返っていくんですけども、まず画像見てください。まあ、まずはね、大成功と言っていいと思います。成功が、まあ特に大きなトラブルもなく、こう最後までやれることだとしたら、こう参加者のすごい楽しかったよって意見とか、こう見てる側の感想とか聞く感じ、まあ大成功かなと、思っています。その視聴数もなんか同説バグとかがあったから、表示とは実際違ったところもあったと思うんだけど、だいたい予選から5000、6000ぐらいまでついてて、最後の決勝だともう8800がマックスかな。一応まあ KOH に最後行ってないから、そこまであったらどんどん伸びていくのかなって言ったところだと思うんですけど、結構アーカイブが伸びてて、大会終わった後に3万人に見られてるとか、そういう感じで、まあ毎週月火に開催っていったところでね、休日じゃないので、後で見てるって方が多いと思うんですけども、アーカイブが急上昇に乗ったりとかしてて、結構高い熱量でこの大会を 見てくれたので、すごい良かったなと思ってます。さあ、続いて、良かったところをね、ちょっと箇条書きにしてまとめてきました。まず一つ目。参加者同士の仲が良くなったといったところで、まあ、ドラフトでね、チームも組んで、まあ、嫌でもって言ったらおかしいですけど、そのチームメンバーで通話して作戦とか立ったりする中で、3週間もあれば、もう仲良くなっていくといったところで、それをね、すごい実現できたのが良かったです。前までやっぱプロ選手とアマチュア選手とのこう、交わるきっかけっていうのがね、そんなになかったから、そういった場を、設けられたのがすごい、フレンドリー、観光大使、ごめん、何言い出したか分かんないんだけど、フレンドリー太田からすると嬉しいですね。といったところで、続いて、非公式大会で公式クオリティを実現できた。思ったより多分ね、クオリティ高かったと思うんだよね。その画像の部分とか、そういった部分が、まあ、最低限と言いますか、公式大会のような、オフィシャリストでできたかなと思っています。そして、新しいスターの発見。これがですね、まあ、俺とか、まあ、元プロ選手とか知ってるんだけど、まあ、ヒカ選手とか、ター選手、イッセイ選手、バナ選手とかね、含め、今までその、うまいけど、もっともっと、こう、活躍の場があったらいいよねって言った人たちが、どん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 活躍していってくれた。うん、それができたのが、すごい、良かったかなと思うので、どん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 スターを増やして、よりオールスターリーグっていう名前に、重みを持たせたいかなと思ってます。そして次、イサポロン参戦で新しい風。まあ、これはですね、本当に誘ってよかったなと思いましたね。やっぱポロチンが出てくれたことで、やっぱり違った面白さもあったし、実際大会をね、こう、超盛り上げてくれたに間違いないし、その、イサポロンだけかな。イサポロンだけが唯一、振り返り動画を毎回出してたんですよ。俺もうめちゃくちゃ嬉しくて、その、2v2 とかもそうだし、その終わった後に、いや、こここうだったんだよな、ジャックがさ、みたいな、ああいう振り返り動画を出すっていうのは、めちゃめちゃいいことだなと思うし、すごい嬉しかったですね。はい。そういった部分で、イサポロンがめちゃくちゃ盛り上げてくれたっていった部分で、まあ、やる気もあったしね。うん、イサポロンがこの時代で、戦ってくれたことに、感謝かなと思っています。そして、次が、アドリブがいい方向に動いたっていったところですね。まあ、結構コメント欄も、チラッと見つつだったんだけど、昨日の決勝とかだと特に結構麦無双で、そのセット3の KOH 行けずに終わったよね。その、俺はもう麦があそこでセット2勝った瞬間にエキシビションやろっていうは思ってたので、まあ、その後のね、コメント見るとエキシビション求める声も多かったし、といったところで、すごい良かったかなと、思います。まあ、そうですね。見たいもの一応見れたから、まあ、優勝は麦チームだけど、まあ、その後のね、KOH も楽しめたのかなと思ってます。そして次、昔のリーグを見ているようだと感想がもらえたといった部分ですね。まあ、これに関しては、そもそも今回のドラフトオールスターリーグって、テーマが一つあって、昔のリーグを復活させるっていう。うん。
昔のチーム戦のようなものを復活させるっていうのがまず根本にあるんですよ。まあ、これがね、後でちょっと伏線回収になるんですけど、まあそれで、まあ一番欲しかったアンサーだよね。まあ昔のリーグみたいに、毎週月曜日火曜日は、なんとなく夜 YouTube 開いてリーグを見てみようみたいな、まあそういう感じを、まあ、したいなっていったところで、毎週の月火っていう、その毎週に、やるっていう、こう、5日間とかで詰め込むんじゃなくて、毎週にっていうところに、フォーカスを当てたので、すごい良かったかなと思ってます。さあ、そして、最後、いろんなゲストが来てくれて盛り上げてくれたといったところで、解説とかね、実況の方もすごい豪華な人たちがね、来てくれて、この個人出演の大会で、あのメンバーが来てくれるのはすごい、ありがたいことだなと思いながらも、はい、今後もよろしくお願いしますといったところですね。まあ、ここら辺がまあ基本的には良かったところかなっていった部分で、うん、そうですね、はい。次、こちら良くなかったところですね。はい、まずですね、ドラフト、まあ、チーム分けをする様子を、まあ、動画で、公開したんですけども、まあ、生放送でリアルタイムでやってった方が良かったなって言ったところで、第2回はこの生放送でドラフトをして、まあ、みんなでねズームとかつないで結構お祭り感がある、開幕にしようかなと思っています。次、セット3が KO1 だった、勝ち抜きですね、3対3の勝ち抜きだったため、あんまり出れてない人がいたって言った部分ですね。これもね、まあ、しっかり課題として、受け入れていこうかなと思います。次に改善って話してるんで、ここだけ、ここ今は一旦良くなかったところを読み上げていきます。そして3つ目、麦が強すぎた。これ良くなかったところっていう、おかしいけどね、麦が強すぎてちょっと荒れたんすよ。そんなことある？そんな名誉あるって感じだよね。強すぎてさ、だってしかもみんな麦のプレイ見たいわけじゃん。世界相手とかだったらさ、バッコバコ倒してるの見てみたいかもしんないけど、その難しい課題だったよね。大会開催者側からしたら、あ、こんなパターンあるんだって言ったところで、強すぎてそれが問題になるって、もうよっぽどだなと思ってね。まあ、麦本人も全然気にしないんで多分大丈夫なんですけど、麦が強すぎて、その、結構圧倒的だったんだよね、最後。だそういった部分で、まあ、ちょっとね、全セットできるルールっていうのは見直していこうかなっていう改善点も次の話でいこうと思います。まあその麦含めではないけど、生放送のね、コメント欄がやや荒れてて、その、まあ、自分の思い通りにいかない人とか結構コメントしちゃうっていうのもあると思うし、まあ、モデレーターが一人しかいなかったんかな、っていった部分なので、今度は、しっかりモデレーターを用意して、それもその、ある程度のラインを決めて、これ以上のなんか、例えば、過度な誹謗中傷とかがあったら、その人をこう、削除していくみたいな感じの、ある程度その、やっていこうかなっていう。これね、一視聴者とかをモデレーターにしちゃうと、自我を持ったモデレーターって一番ね、荒れちゃうからね。そう。だから、そこはちょっとしっかり立ち回ります。はい、ここら辺が良くなかったところといったところで、まあ、麦が強すぎたっていうのはいいところでもあるんだけどね、余裕で。まあ、ということで、まずですね、第2回のドラフトオールスターリーグの開催が一応、予定しています。それがこちら、8月8日ですね。また、8月の2週目の月火で始まっていくんですけども、今回は 2v2 を取っ払ってですね、セット1にデュエル BO3 を、設けようと思ってます。まあ、デュエル BO3 って何ぞやって言ったところだと、まあ、前のアップデートで追加されたフレンドバトルなんだけど、その一度使ったカードは次使えないってやつ。だから32枚のカードで4デッキを組んで、それで戦うっていうのが、まあ、デュエル BO3 で、今年の世界大会もこれが、採用される形式となっています。まあ、これはですね、8月がその世界大会に向けた、ラスト予選、ラストワンチャン予選があるといったところで、まあ、2v2 を設けると、その練習時間がちょっと無駄になってしまうので、まあ、世界大会にも直結する。なんならその世界大会の緊張感とかをこの大会で、まあ、練習していってほしいといった部分で、全部 1v1 で染めた、フォーマットでやろうと思っています。で、この場合ですね、セット2を KOH、はい、にしようと思ってて、一人二セットは、連続出場できないっていうルール。違うな。間違えたこれ。一人二セット連続出場じゃなくて、セット1とセット3同一人物出るっていうのが無理っていうルールにしようと思ってます。はい。セット1と3同時に出れると、まあまたちょっと偏ってしまうかなっていう部分もあるので、そういう感じかな。まあどうなんだろう、セット1に出た人がセット2出ないってのもまあいいのかなと思うんだけど、いやちょっとね、そこら辺難しいところだから、まあ1人2セットまでとかかな、で、うん、1人2セットまでがなんかバランスいいっすね。はい、1人2セットまで出れるっていうルールにしようかなと思ってます。
で、続いてが改善点ですね。はい、まず1つ目、まあドラフトする配信も過ぎていたところで、これは、もうします。2つ目、セット2に KO1 を持ってくるって言った部分なんだけど、これね、まあ、みんな結構コメントでもあったし、ツイッターでもあったんですよ。いや、セット2に KO1 を持ってきたが盛り上がるって、そんなん俺でもわかるんですよ。で、じゃあなぜしなかったって言った部分なんだけど、さっき話したんだけど、昔のクラルアリーグを復活させたいっていうやつでやった時に、その一番俺の思い出あるフォーマットが 2v2、1v1、KO1 だったんや。で、結構そのリーダー側は最後ね、決勝トーナメントの時にリーダー側で話し合ったんですけど、やっぱ最後のセット3にもつれた時の KO1 ってクソほどおもろいよねっていう。三立てもただの三立てじゃなく、もっと重みのあるものになってくるし、やっぱ最後の負けられない状況での対照戦っていうのが、もうその勝敗がね、試合の結果に直結するみたいな KO1 がおもろいよねって考えだったんですけども、まあ 1v1 で結構肩がつくことが多かったので、今回はちょっと裏目に出たかなってところかなと思ってます。はい、なんですけど、昔よりですね、上手い人がめちゃめちゃ増えたので、この人の 1v1 見たい、この人の 1v1 見たいっていうのがすごい増えたっていう、すごいいい傾向だなと思って、これは俺はこの大会始まる前に感じ取れてなかったところなので、今回開催してみて、次からセット2に KO1 を持っていこうっていう判断に至りましたし、まあ、最初ね、その俺が、セット 2-1v1、セット 3-KO1 っていうのでルールを決めてから、もう大会バッて開催しちゃったことによって、まあ、リーダーの人たちも、それを加味した、ドラフトの人選になってると思うから、まあ、途中で変えることはどうしてもできない。それこそ麦チームが KO1 めちゃくちゃ強かったから、より多分麦チームが一挙になってたかな、なってたのかなっていう、話もあるので、途中変更はできず、次回にセット 2-KO1 を持ってこようっていう感じにしようと思ってます。はい、続いて、チャンピオン強すぎだっていうね、コメントが結構ありました。まあ、これに関しては、世界大会とかが終わったら、チャンピオンなしの、なんかちょっと懐かしの環境でやる、限定的なね、大会とかもやろうかなと思ってます。次、向き強すぎねっていう話は、まあ、何回も言うんだけど、誇らしすぎることです。うん。まあ、この連続出場なしで調整って感じに書いてあるんですけど、まあ、セット2、セット2つまで出れるっていうルールにして、やろうかなと思ってます。ただ、この麦に関しては、決勝戦だけ見に来た人からしたら、はい、麦強いってなったかもしんないんだけど、予選から追ってる人からすると、俺も見てたんだけど、麦チームは、こう、麦抜きで予選勝ち上がってるんですよ。どういうことかっていうと、2v2 が麦と有村で出てて、そこは負けてるんよね、全部。で、その次のセット2で出てるのがグリコ。で、グリコが 1v1、結構、惜しい中勝ってんだよね。毎回、フルセットになってから勝ってて、でグリコもめちゃめちゃ強かったわけよ。で、KO1 ってもおやすが活躍してるって言った部分で、麦抜きで勝ってるってのがすごい強いところだし、最終的にね、麦グリコの 2v2 とか試したりとかして、やっぱ3週間もあればね、そのチームって成長するんですよ、チームの間で。そうだ、それも含めて麦チームはね、最後の最後でやっぱ最終形態に行き着いた感じがあって、まあ、そこはシンプルにチームとしての力も問われたのかなといった部分で、評価すべきかなと思っています。まあ、麦に関しては、ちょっとね、全員がいい感じになるように、第2回もねやっていこうかなと思っています。まあ、もう誇らしいことですよ。世界大会も決まってるし、世界大会は9月にあるんでね、全員で応援しましょう。続いて、コメント欄のモデレーターを増やすっていう、まあ、改善点ですね。はい。あとはですね、結構、ツイッターでもらった意見が、チームバランスを分けるために、各選手に強さポイントを振って、10ポイント上限とかでチームを組ませたらって話。まあ、要は、わかりやすく言うと、パズドラでいうパーティー上限こそですよ。あれやると、そのなんか、うわー、これ、こいつ入れてえけど、こいつコスト高えなー、みたいな、なるわけでしょ。だからそこでこう、バランスが良くなるよねって話。これに関しては、これめちゃくちゃ大変なんですよね。うん。で、あと、仮にポイントが振り分けれたとして、ドラフトとの組み合わせがマジで難しいんですよ。限られたポイントに人から選んでって言ってなると、なんかその、これどういうことだみたいになっちゃうし、例えばその、うん、なんか結構いろいろドラフトと組み合わせるとごちゃごちゃになるって言った部分で、とりあえずは第2回まで、とりあえずドラフトをやろうかなって言った部分で、この案は、まあ結論から言うと今回は取り入れませんって言った部分ですね。
あとはこういう多分自由にチームを組む系の大会は来季がやると思うんですよ。8戦最強リーグとかも含めてだし、なのでまあ来季とかにまあ一応伝えておこうかなって感じですかね。しかもこれね、まあポイントというわけで仮にね、あの抽選でやるっていう、あのいろいろ方法あるかもしれないんだけど、あ、ポイントつけんのがさ、結構ヘイト買うぜこれね。え、クラル若いわいたぜおい、あいつが8ポイントでなんで俺7ポイントなんだよ、おい、みたいな感じになるわけじゃん。逆になんか、あいつ4ポイントなら俺3ポイントだし、みたいな、そのなんかもう、いらんねん、そういうのってなっちゃうから、まあ、ここなんはちょっと難しいかなっていった部分です。はい、といったところで、まあ、以上が今回の大会に関しての、話かな、っていった部分ですね。まあ、収穫としては、KOH をセット2に持ってくることっていうのが、すごい、あ、やって OK だなっていう雰囲気になって、なったというか、その自分の中でもなったので、それほどに今 1v1 素晴らしい選手も多いしといった部分で良かったです。はい、ということで、まあなんかそうですね、俺から言えることはとりあえず第1回盛り上がって良かったですし、今後もね大会開催していくし、来年もしていくと思いますし、あの今後ね結構やっていくと思うので、楽しみにしててください。時には剣詰め師が出る大会もあると思いますし、まあ、公式にね、こう、いい意味で俺今期待してないからね、その、公式がどんだけでかいことやろうが、やらなかろうが、そこを抜きにして自分の大会を盛り上げるっていう、感じでやってるので、それ関係なくやっていくので、ぜひ楽しみに参加してください。まあ、そんな感じですかね。あとは、そうだ。今回ですね、まあ、個人主催ってのもあって、その、結構ガッチガチな感じと、なんか、ゆるい感じの、こう、いいとこ取りしてるみたいな大会になったんですよ。例えば、エキシビジョンを俺が急遽やったりとかで、あれも本当に打ち合わせなしで、岸さんも初めて聞いたし、スタッフもね、初めて聞いたんだけど、まあでもやりましょうみたいな感じになってできたわけよ。で、結構アドリブで動けるようになるし、ルールの改善とかも、まあできたりはしていくんですけど、その俺のアドリブとその視聴者のごね毒、ごね毒っていうのはごっちゃにしないでほしいっていうのは一つ俺からの意見ですね。なんかこれめっちゃ